ごめんなさい、冗談で、ちょっと裏がバタバタって今音が聞こえたので、はい、いや、まあ今本当に予選が終わったんで、終わったばっかですね、はい、なかなかこう予選ってまあもう見守るだけなんですけど、うん、いつもだったらこうふざけてトークショーとかも大体やってるんですけど、ちょっとまだ余韻が残りながら、近藤に負けた悔しさと、そうですね、で、まあ、でも9番手っていうのは、まあ、非常に満足している部分もあるので、まあ、そこの部分の中では、まあ、なんていうんですか、結構今までの僕よりが新鮮な僕です、今日。まだまだ出会えるんですね、新しい自分に。まあ、でも本当に、まあ、いろいろ持ち込みの段階からいろいろとたい焼きメール段階までいろいろなことがあって、まあ、その中でこの2人がいろいろやってきた中で、まあ、もうちょっといい車を用意してあげられればもうちょっと上に行けたかなと思うんで、ちょっとその辺は、はい、今日またミーティングをして、うん、はい、そうですね、はいはい、お二人はいかがですか、予選終わってみてほやほやですね、はい、じゃあまた国本さん、はい、まあ、ちょっと、朝から思ったようなグリップだったり車のバランスだったりっていうところが出せきれなくて、で、まあ、ただ予選に向けてはいろいろ変更していって少しはいい方向には行ってくれたんですけども、まあ、他のライバル勢もタイムを上げてきていて、で Q1、10番手で Q2 も、10番手ってことで、はいはい、まあ、9番手でしたかね、9番手、はい、9番手でしたかね、はい、まあ、もう少し上に行きたかったっていうのは本当のところなんですけども、ただまあ、朝から比べて少し車のバランスは改善方向になっているし、あとは、朝フリー走行走って、ロングラン決勝を見据えたロングランではすごくパフォーマンスがあって、ここ最近ちょっとロングランにすごく不安があったんですけども、そこはかなり、改善していて、なので明日9番手かからスタートですけども、追い上げるチャンスはかなりあるんじゃないかなと思っています。はい、楽しみにしてます、はい、もう拍手も、はい、応援の拍手、皆さんぜひ今のうちからよろしくお願いいたします。坂口選手いかがですか。そうですね、まあ、ちょっと予選直後すぎて、なんかまあマサさんもそうなんですけど、ちょっとふざけられない感じがまだマジモードが抜けてない感じ、ちょっと坂口さん喋ってます坂口さん喋ってます、もしかしたら連絡ですかね、モチュールって書いてあるから全然聞いてないのかなと思って坂口さん喋ってる、いつものマサさんになって言ってました、そうですね、はいはい、やっと切り替わったようでございまして、はい、まあそうですね、ちょっと一発の速さみたいなところはフリーから出せていなくて、まあ、それがちょっと予選にも響いちゃったなっていうところで、まあ、チームはすごい懸命にギリギリまで調整してくれて、フリーよりは良かったんですけど、まあ、ちょっと足らないかなっていうところで、ちょっとキャラ変しだしてて、決勝行けそうな雰囲気があるので、明日はちょっとドライでそこそこの気温でしっかり戦えるんじゃないかなと思ってますけど、まあ、ちょっと予選はちょっと悔しい結果になりましたね。そうですね、坂東監督、なんかいつものらしくないちょっとトークショーの滑り出しになっちゃいましたかね、大丈夫ですかね。いやいやいや、なんかシビックが今回まず Q1 の中で1位から5位まで独占みたいな感じでしたね、もうほぼ独占、はい、変な形してるから絶対変な形ストレートも、はいはい、だってなんか、ほらね、空気テープって坂口選手も言ってました、言ってませんってやめてください、変なとこに巻き込む、すぐそこに ART ありますから、そうですよ、ダメですまあでもね、まあ、でも本当坂口選手と国本選手が言った決勝に期待っていうところでは、まあ、24号車もそうですけど、まあ、横浜タイヤの、まあ、夏に強い横浜タイヤを見せれるように、はい、あと、まあ、次にね、つながるような何かも持って帰りたいなと思ってるんで、何か持って帰りたいと、なんか盗むとかそういうんじゃないですよ、うん、もちろんもちろん初めての MC だから全然どういう感じかなと思って、はい、でもまたルールもまた次の鈴鹿からちょっと変わったりするんで、だそういうところも見据えた上で、まあこの他のチームは2ヶ月間テストもなくて、うん、久々にみんな会ってる感じなんですけど、この2人3日に1回ぐらい会ってるんですよ。おそうそうそう、ほぼプライベートで。あ、プライベートで練習じゃなく、そうそう、それぐらい仲がいいから、だからそういう部分ではと考えると、チームワークっていうのは、チームの雰囲気っていうのはずっといい状態なんで、あとは彼らにいい車を用意してあげられれば、あといいタイヤを用意して、良いタイヤが用意できれば、うん、と思いますけどね。なるほど、お二人はいかがですか、このまあ暑さやっぱり一つキーかと思います、はい、明日の決勝いかがですか。
そうですね、なんか見通しのあたりを聞きたいです。やっぱり皆さんきっとねレースを楽しみにお越しになってますから、ね、そのノンアルコールビールうまそうやなもう気がそっちいっちゃっても皆さんも飲みましたいいっすね、うんうんって。ちょっと僕の分取ってきてもらっていいですかまあ明日に向けては基本的にはポジティブなんで、はいはい、本当に追い上げられると思います。最近の中ではちょっと、ああそうですか、はい、期待してほしいですけど。あれおいくつですか。私ですか、はい、29です。29か、見えて、はい、じゃあここの間ぐらいですね。そうなんですよ実は、ねはい、なんか関係あるんですか突然年齢聞かれちゃった。ごめんなさい、今日初めましてなんです私、すいません、あ、お前今ビール取ってこいって言って年下だったら言おうとしたから危ねえ危ねえ、バレましたね。危ねえ、ちょっと MC 俺らこっち喋ってるからお前ちょっとビール取ってこいよってすぐ人を使うから危ない。僕先輩には優しくしてもらえてるんですけど後輩には厳しく行こうかなって、いやこの前もだって仙台で、はいはい、土砂降りの中タクシー呼ばないといけないって言って最初瀬名くんが呼びに行ったんですよタクシー、あーって言ったら瀬名くんすごい濡れちゃったらすぐ歩道橋の下でもうタクシー呼ばなくて、そしたら国本が土砂降りの中ずっとタクシータクシーって言ってでこいつずっと外で見てるこうやって、あもう大丈夫ですかみたいな、で国本が止めたタクシーに乗るっていうそれ年下どこ関係ないですよもうね。いや上手にタクシー止めてましたよ多分走られ慣れしてるのよと思いますあとはなんか全然違うんですけど、はい、ピットの中とかいるじゃないですか、はいはい、ピットの中でいても例えばなんかあのセナ君が鼻歌であなたが私にくれたものって言ったらそしたら栗本があのキリンが逆立ちしたピアスみたいな歌ってなんかこいつが歌った曲をこいつが盗んだりするんですよ僕の鼻歌を奪うんですよね途中で、すごいそれぐらい仲がいい。いや本当仲がいいよね、初めて聞きましたそういうエピソード。聞きましたよ、本当あの100カメつけてあげたいよねずっと追っててもね、仲良くしてて、うん、お二人そんなね、なんか頻度よく会ってらっしゃるって話ですけど何されるんですか、ご飯食べる。いやいや仕事です。あ仕事です。あそうなんだ、はい、プライベートで会わないですかお二人は。プライベートで会わないようにしてます。あしてます。どういう意味ですか。いやなんか最近あ、まあ、一緒に食事行かせてもらうなって、で僕の友達が、うん、そこに合流して、まあ、4,5 人ぐらいでご飯行ったりしてたんですけど、僕岡山に住んでるんですよ、はいはい、で皆さん関東なんあので関東なんで僕抜きで最近ご飯とか行ってて、あらちょっとジェラシーなんですよ。あら声がかかんない。声がかかんなくなってきちゃった。いや一応かけるんですよいや違う夜9時とかに、そうそう夜だな、夜9時岡山にいる人に声をかけるんですかなんか夜10時過ぎぐらいにちょっと酔っ払って、はい、待ってるよみたいな知らんしと思って誘ってるっていうか、ただのカマチョみたいな感じなんですかそれ。まあでもこの前仙台で3人でご飯食べてたら、うんうん、あのセナ君は、あ、今だったら忠助あの来るかな、ちょっと電話しようかとか言って東京にいる忠助をただ牛タンだけ4人で食べようっていうので呼ぼうとしてましたねやってることみんな一緒なんですね。そのぐらい今国本を中心にこのスーパーフォーミュラとスーパー GT は回ってるっていうことです。おー、なるほど、台風の目ですか。うん、台風の目っていうかそれだけ国元チールドなんか増えてきたんです。ああでもそうですよね、あの私もまあまあ昔からレースを追いかけてますけど国本選手ってもうね長くなりましたもんね。あの時若かったのにって言ったらあれなんですけど年上なんでね、はい、国本選手、はい、チールドレンが増えてきてる。そうですね、はい、嬉しいことです。でも日本で一番富士走ってるんじゃないの。それ多分そうだと思います。だって4カテゴリーあるんですよ、はい、インタープロと S 対 GT、はい、SF でしょ、うん、で GT テストもあるじゃん。だからもうねほぼ毎月、毎月どころじゃないの。走っててもね、Q2 10位なんてねもう練習が足りないんじゃないかなって。 S1 も10位でしょ同じだからね、ちょっと練習させていただきますそう、中古だよね、はいなかなか難しいんですよ、今のレギュレーションを。あそのあたりどうなんですか。ぜひちょっとタイヤの話を戻してもいいですか。タイヤの話はあれ明日近藤監督でしょ。そうそう、はい、いらっしゃるんですよ。いらっしゃいますよ。来ます予定では。はい、近藤監督に聞けば近藤監督詳しいと思いますよバンダル監督は。いやいやタイヤの話、いやいや近藤監督だってほとんどテストとか来ないから多分すげえあのその日しか知らないと思う多分。近藤監督ってどういう話されるんですか明日。まあまあその
予選の話と決勝の意気込みとあとタイヤに関する深い話をお願いしますっていうことは言われてます、だから逆に近藤監督は、マサさんの話してないんじゃないですかこっちばっかり近藤監督と言って、いやそうだよこっちは日本武道館の話とか聞きたいからいつもそうですね、どうでした還暦の誕生日会どうでしたって聞きたいけどいやいやでも近藤監督のね、あの横浜ドーム愛をいろいろ教えてもらってるんです、引き継いでね、そうでもほら次の選手とかに聞けばいいじゃないですか、いろいろ、ああそうですね、まあね、もちろんその引き出しっていう面ではね、僕ら行くだけですから、まあでもトヨタ勢の中では、あ3番になっちゃったのか、14番いるから、そうですよ、トヨタ勢3番なんで、まあその中ではトヨタが本当は富士得意なはずなんですけど、ちょっとね、前回の富士も表彰台1台もスープラ上がってないって言って、今回の富士は上がってくださいって言われてるんで、なるほど、はい、それが19号車ですか、そうですね、19号車、そうですよ、だからなんか今年あんまりちょっと活躍できてないんで、ここでね、活躍して後半戦に行って、調子をこきたいなと思ってるんですけど。だから一応ルールを僕の親父にいろいろずっと言って、このルールつまんないですよって言ってるんですけどはいはい、はい、全然変わんなかったんですけど、まあそりゃそうかもしれないです、はい、ちょっとずつなんか変わりそうな雰囲気があるんで、そのためにも今回結果を出して、ギャフンと言わせたいなと思います。おー、いいですね、ありがとうございます。あとごめんなさい、皆さんがいる前でぜひ聞いてくださいっていうのがあって、はい、あの皆さんって近藤監督の話よくされるんですよね、はい、こういうトークショーの場で、なんかコラボグッズとか出したらどうだっていうのをぜひみんなの前で約束取り付けてっていうのを言われたんですよ。あ、いかがですか、近藤監督と坂東の皆さんでのコラボグッズ、はい、近藤どうですか、僕らがジャニーズって言っちゃいけない、そうですね、今はね、はい、どういうコラボだって、近藤レーシング、近藤レーシングをスーパーファミリーの2人ともクビになってるんですよ、多分大丈夫、クビになってないですよクビになってない栗本さんクビになりましたけど僕はなってないです、1レースでクビでしょ、1レースでクビです、レースしてないレースしてないです、いやだから多分近藤監督からするとちょっとあの自分が育てたっていうのを多分忘れちゃうと思います、初めまして状態ですから、いやいや、だからその辺ちょっと気になります、コラボグッズなんて近藤レーシングとバンドを、そうタオルとかね、だからやっぱりそのここに19と24って書いて、そう浜って書いて、あそういうことですね、そういうコラボグッズのなんか約束とかをぜひ皆さんの前取り決めたらどうだと、いつもそういう話をしてるから、あそういうこと、ね、実は気になってんじゃないのみたいな、あそういう話をね、なんか近藤監督のアクスタの隣になんかうちらのアクスタがこうすごい表現が悪かった、じゃあ19と24を応援しようっていう横浜愛の人を、そういうグッズとかどうなっていう、いや僕らは全然あれですよ、はい、全然大丈夫、僕は向こうが良ければできなかった、僕は吉岡里帆さんとコラボしたいですけどどういう設定なんですか、それは CM やってくださってるんです、ああそうかそうか、ごめんなさい、そうだね、ねコラボしたいですよね、したいです、あとはね池井理香子とか、あそうですね、いいっすね、池井理香子、はい、水泳対決、うん、あ自由形水泳対決、あれ、はい、騎馬戦のやつでしょ、騎馬戦あ僕ふかきょんとコラボしたい、あやりたくないですね、まあ偉い人が聞いてたら実現するかもしれませんが、はい、でもまあ、はい、横浜応援しようっていうのでアドバンクラブ限定でとか作ればいいじゃないですか、ああそれいいですね、はい、本当にね、アドバンクラブ限定で、あの19と24って書いてあるやつ、作ればいいと思います、偉い人が聞いていたらね、なんか裏の方でどうするみたいな話が今なってるかもしれません、ああいいと思います、皆さんの方からもぜひご意見をお願いしたいなと思います、はい、さあ5分前のカンペが出ました、はい、ありがとうございます、大丈夫ですか、皆さん熱中症なってないですか、熱中症なってるっていう人は手挙げないでくださいって言ったらみんなこう大丈夫ですかね、大丈夫です本当水分とか取ってます、大丈夫ですか、大丈夫ですか、本当に暑かったから、いや今日は暑かったですね、はい、だから明日まあ多分面白いレースだと思いますよ、350キロって今までないんですよ、今そうですよね、でなおかつ1回のピットなんで、うん、これは戦略もそうですし、あの序盤の燃費走りもそうですし、ピットで逆転っていうのもかなりあるので、まあ、そういう部分だと500に関しては、まあ、タイヤをどこのタイミングで交換するかによって、うん、全然また最後のスピードで気温が下がってきた時にまた何が起きるかっていうのがあるんじゃないかなっていう部分なんで、絶対みんな最後まで帰らないでいただければ結構面白いレースが見れるんじゃないかなと思いますし、
バンドから言える範囲で結構です。ここでいらっしゃる皆さんのために、はい、どのとこに注目してほしい。序盤、中盤、あ終盤、ピットイン。基本はスタートが国本選手、はいはい、で後半坂口選手、うん、でもうスタートの段階は今9番手からのスタートなんですけど、うんうん、まあ正直気温と路面温度とあと周りの人たちがタイヤを何してるか、僕は近藤さんは何使ってるか分かるんですけど、うん、他のチーム分からないんで、だからまあその中で僕らのタイヤがうまくマッチすれば、まあ、ポポポポっていけるでしょうし、なるほど、逆に気温が下がってきた時の方がいけるんであれば後半違うタイヤを、まあ、例えば栗本選手が前半でショートスティート、まあ、ショートスティートは出して難しいんですけど、でちょっと長めに坂口選手に行ってもらうんであれば坂口選手に違うタイヤを、それとも同じタイヤなのかっていう、だからこれね、本当に正直見てみないと分かんないんで。ああそうですか、はい、もし僕の作戦を聞きたかったらあのサブスクであの僕 の, あのオンラインサロンに入っていただければ多分あの情報を教えますけど。大丈夫ですか皆さん、あの冗談でございます、大丈夫ですかねなんかうんうんって言ってる人もいますから中には。はい、じゃあ別に戦略の面はそのあたりはタイヤがハマるかどうかですね。まあまあ、はい、そうですね。あとは国本選手に聞いてみてください。お、はい、じゃあ国本選手明日の見通し、そして意気込みいかがですか。でもいつもと違うのは、なんかいつもやっぱりスタートで抜かれてしまうっていうケースがすごく多いんですけども、今回持ち込んだタイヤすごくタイヤのウォームアップ良くて、今までとちょっと違うフィーリングなのでスタートちょっと抜かしたいなっていうのは、はい、ちょっとあります。なるほど。そこで順位を上げられるようにいろいろ考えたいなと思ってます。お、はい、そこはいつもとはちょっと違うところ。あとはやっぱりレースペースが、うん、あの今日のフリー走行でロングランはペースが良かったので、それが、まあ、明日また気温が変わったりとかして、条件変わるんですけども、ちょっと楽しみな部分、あのどのぐらいレースで戦えるのかっていうのが、楽しみな部分なので、そこはまあ後半スティート、楽しめればいいかなと思ってます。はい、じゃあ坂口選手はいかがですか、見通しと意気込み。まあはい、来てもらってるんであれですけど、セカンドスティート多分ね違う種類のものを行こうとしてて、それが結構まあチャレンジングなって言い方が合ってるか分かりませんけど、ちょっとこう僕らの中ではまあ攻めたちょっと新しい試みのような感じのタイヤで行くつもりなので、ファーストスティントはこれまで以上のパフォーマンスが出ることを期待してるし、セカンドスティントはちょっとキャラが違った印象のパフォーマンスの高いペースで走れるっていうことを期待してるんで、うん、ちょっとそこは注目してもらいたいなっていうふうに思います。ちょっとこう、もう本当にしっかり見てもらうとタイムのこう推移が変わるかもしれないんで、その辺はちょっと期待してほしいですね、はい、言える範囲で結構です。坂口選手が乗った時のを見てほしいか、それともゴール間際のペースの良さ見てほしいか。真ん中ぐらい、おー、真ん中ぐらいが結構やっぱレース大事なんで、まあ6周目ぐらいから30周ぐらいまでの間のスペースを、まあ、見てもらえると、うん、ここはいいと思うんですけどね、はい、はい、じゃあ皆さんぜひ注目いただきたいと思います。じゃあバンド監督、それを踏まえていらっしゃってる皆さん一言いただけますか。そうですね、まあ、予選から来てるってことはもうかなり GT 初めて来たっていう人はどんくらいいるんですか。でもいないですよね。お、ただ今日もあの持ち裏の帽子かぶってる人とか、ね、わざわざ来てくれたりとか。でもやっぱスーパー GT が好きだからこの予選の面白さを見に来てるんだと思うんですよ。で今日、ね、僕が思うにどんな形でもこのレースが面白いって言った時に、やっぱ次また誰か誘ってこうさっきとも来てくれるような、そのためには僕らが面白いレース、まあそれがまあ、GT500 で言ったら15台いるんですけど、15台が毎回毎回いろんなバトルがあるわけじゃないですか。最後の最終ラップでガス欠しちゃうような、ね、チームもあればっていうぐらいで、接触して何が起きるか分かんないっていうドラマが常に生まれるんで、絶対ですね、そのいろんな現場でそれがピット見るところもそうですし、 100R でもそうですし、 B コーナー入り口でもそうですけど、皆さんが見てるところでいろんな多分ドラマがあるんで、その見たドラマをいろんな人に伝えてほしいなと思いますし、ドライバーはその350キロという長い中もう全速力で常に走ってるわけですよ。でその、まあ、ブレーキ一つにしても何にしても集中力が切れてしまったら
もうちょっとしたことで順位が変わってしまうんですよ。だからみんなはパッて見て、うわ簡単そうに、うわいけ国本、うわいけセナと思ってるかもしれないですけど、僕らは必死でですね、そのタイヤの内圧からタイヤの使い方からで戦略からっていって、ピットもそうなんですけど、1秒変わったらどんぐらい変わるかっていうのをゴールしたチェッカーのリザルトを見た時に、あ前の車と今日あの8番手の14号車と1000分の4で結局合算で9番手だったんですけど、1000分の4って日常だったらあっという間に終わっちゃうかもしれないですけど、リザルトになった時にその重さがですね、僕らは後で振り返った時に、うわもうちょっとこうしていけばよかったと思うんですけど、皆さんは逆にその現場に立ち会って面白かった、うわ19号車24号車頑張ったっていうものを感じたんだったら、逆にそれをいろんな人に伝えてまたサーキットに来ていただければ、このスーパー GT っていうの盛り上がると思うし、ドライバーの価値ってもっと上がると思うんですよ。で僕らは15台いる中で横浜タイヤっていう2台しかいない中でチャレンジしてるんですね。で去年勝ったのも7年ぶりに勝ったわけですよ。7年間僕はスポンサーさんと横浜さんと次勝ちますよ次勝ちますよって言って、まあ木曜日とかサーキットに向かって出発するわけですよ。で絶対勝ちますよと、国本大丈夫だ次は勝つぞ、国本大丈夫だ次は勝つぞって言って7年間言い続けて、それを信じてくれた仲間たちと共に今こうやっているんですね。なんでいろんな思いでこうスーパー GT を僕らが戦ってるんで、そういうのを踏まえてなんかストーリーとドラマを見ながら19号車そして横浜ゴム300ももちろんいると思うんですけど、応援してくれるとまた僕らもファンの力でよしじゃあ次頑張ろうと思うんで、今ここ、ね、24年になって参戦苦戦してますけど、僕は横浜タイヤと共になんとかこう、トップを取ってチャンピオン争いするっていう夢があるんで、この年齢になって夢を持つことってなかなかないと思うんで、皆さんもですね、僕らが真剣に、僕は普段ふざけてますけど真剣にチャレンジしてる姿を、そして真剣にタイヤを選んで彼らに託してる姿を見ていただければ、またスーパー GT の面白さが変わってくるんじゃないかなって、僕のお父さんが言ってましたんで、その言葉に返させていただきます。いや本当にでもそう思うんで、ぜひまた今日以外にも明日以外にもサーキット来ていただければ、はい、皆さんぜひ応援をお願いいたします。さあそれではお時間となりました。皆さん改めまして激励の拍手をお送りください。トークショーのゲストは19号車 TGR チームウェッツスポーツ坂東坂東正監督、そして坂口聖奈選手、国本雄二選手でした。皆さん改めまして大きな拍手をお送りください。